Welcome to the Mountain Plaza. Bienvenido a la Plaza de la Montaña. 日本語で言うと山の広場。山の広場っていうのは野外劇場プロジェクトです。山の広場の音響板は焼き物で作ってあって、高さは 3.5m、 長さは 13m です。二人とも陶芸家で、その陶芸を学ぶために日本に来まして、焼き物で大きなスケールのものを作ろうと思った時に、その大きなものはどういう風に作ったらいいかっていうことを考えて、山の広場の野外ステージを作ろうと思いました。2002年から山の広場の音響版のキスを作り始めました。その時ボランティアのコミュニティは初めて集まって、皆さんの力でこのプロジェクトができたので、毎週の日曜日みんな集まったり、一緒にご飯食べたり、レンガ運んだり粘土運んだりをしました。15キロのブロックを作りながら、みんなは笑ったり汗かけたり、意見の違いも出てきて、いろんなドラマがありました。それをしながら、60トンの音響板は633日間で出来上がりました。音響板の形が出来上がった後、鎌を作るのに足場を移動させて、レンガ運んだり鎌の作業を始めました。2006年から2014年までには200トンの耐火レンガで作ってあるの窯は完成しました。焼き物の先生の知識と力を借りて、窯は完成することはできました。窯の焼成の時、高い温度を保つために、赤松、台風で倒れた木、秋葉の木材などを40トン準備しました。2014年の夏、40日間の間、60リューベイの山の広場の窯は1200度の温度を超えて焼きました。窯焼いたの後1ヶ月半待って、愛知の一番上のところから窯を少しずつ開け始めました。覗いてみたら、ものすごい深い色の赤土見てきました。現在28キロのレンガ一つずつを出しています。音響板の窯の片付けは今年12月に終わる予定して、山の広場野外劇場のポケットコインを作るのに6ヶ月間をかけて、2016年の10月オープニングセレモニーを考えています。山の広場は人間の命や土から生まれてきた作品です。これからここで新しい文化が生まれるために、次から次へ劇、ダンスパフォーマンス、野外お茶会、講演会、季節に負けずに人が集う場所となります。皆さんぜひ足を運んで体験しに来てください。お待ちしてます。 See you at the Mountain Plaza. Los esperamos. Adiós.